柳田さやかは、四国、関東で活動する、フリーアナウンサー。愛媛県松山市出身。聖カタリナ女子高等学校、松山大学を卒業後、2003年4月、RNB 南海放送に、アナウンサーとして入社。2009年3月退社。2009年11月、SO プロモーションの新人オーディションに合格指導者に、移籍。フリーとして、 テレビラジオ番組やイベント MC などで活動。しかし、2012年4月30日の公式ブログで、東京でのフリーアナウンサーの活動を終了することを発表し、SO プロモーションを退社。松山に帰郷後、古巣の RNB の中塚薪子アナウンサーの産休に伴い臨時要員として復帰。中塚が担当していたラジオ番組。 週刊ラジオエッセイ n 4月1スマイルを2012年7月5日、放送会より引き継ぐこととなった。その後、2012年8月より3年4ヶ月ぶりに、再び RNB のアナウンサーに年間契約で、復帰。2013年8月、年間契約満了にて退社。2014年に結婚し家庭に入っていたが、2017年により、キャストプラスに移籍し、 活動を再開した。現在はアナウンサー活動と並行して宇宙航空研究開発機構の有人宇宙技術部門に出向し広報担当としてイベント司会を行っている。すべてラジオ番組。ありがとうございます。